電気タイプ大集合ということで、今回のこの GM シリーズのね、ポケモンがさ、大集合してるフィギュアのシリーズ、電気タイプ荒ぶりまくってんだよね。しかも、最高なのがさ、もう一番いいんじゃねえかな。その、設定がすごいいいんだよね。ポーズがすごい良くて。前に開封したさ、このゴーストタイプ大集合のやつ、これもさ、すごく設定良かったんだけど、今回いや、今までゲットしたので一番いいかもしんない。みんながね、頑張って。ちなみに、今回のプレ版特典も、この前回と同様に、色紙が付いてるはず、いや、色紙だったはずなんだよな、プレ版特典。色紙、前回この、色紙付いてたじゃん、このゴーストタイプのやつ。フィギュアの色紙だったんだけど、今回も色紙のはずなんだけど、パカリス主号と開けまして、あ一番上にあったわ。めっちゃめちゃ可愛いよね。これ今回の設定なんだけど、みんな電気放って、それぞれね、デデンで、プラスの前なんかコイル、ピカチュウ、電流がね、いや、電流でかいね。めっちゃ表情もすげえ可愛いし、みんな電気放って、真ん中さ、ちょっと見えにくいんだけど、ここにさ、電光掲示板っていうか、ネオンサインがあるんだよね。このネオンサインを光らせようと頑張って電気をバシャ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 ってこう、電気の連結を楽しめるっていう、すごいいい設定だよね、これね。これが、フィアカ。してあるという、ここに、この、もうフィギュア、そのままフィギュアになってて、ダダーン。可愛すぎない？ちゃんと電気もさ、表現されてるんだよね、エフェクトパーツで。これクリアパーツだよな。クリアで、うわ、出ねえね、すげえ可愛い。で、ピカチュウももちろんね、電気タイプといえばもうピカチュウが現れると。でも目立つのがやっぱ電流だよね。電流端が一番、目がでかいしな。出てんだよね。あ、いたんかみたいな感じの、ちょっと衝撃がある。いたねみたいな、ちっちゃいねみたいな、ダダーン。コイル。コイルもいいよね。いい味出してるよね。ダダーン。うわぁ。やっぱでかいよね、このシリーズね。すげぇ!GM シリーズの集合シリーズ、ポケモン集合シリーズ、今回は電気。うわ、やっぱ電気のさ、このエフェクトパーツすごい、荒ぶってるのがいいね。やっぱ電気タイプといえば電気を発してるこのエフェクトパーツを見たいもんな。すげえ。あとピカチュウの躍動感。ピカチュウすげえ躍動感感じる。なんかネットとかで見るとね、そこまで大きく感じないんだけどな。実物こんなに大きいんだよ。やばくない？迫力。ダダーン。いや、今回特に俺設定気に入ったんだよね、これ。電気でさ、みんな電気を発して、ネオンサインを光らせようって頑張ってるっていう。すごいこの、なんか、これいいよね、設定が。で、この袋を取りまして、ダディー、ドゥルッドゥッドゥルッドゥ。まだあったね。まだこの、ダディーン2、ダディーン2、ダディ、ちょ、エフェクト折れ、ちょっと待って。エフェクト折れるかもしれないから、ゆっくりちょっと、取って、デデンネに引っかかってるかな。デデンネに引っかかってそう。オッケーオッケーオッケー。これでもう取れたよね。わ、すげえ超可愛くない？電流、デデンネ、コイル、プラスルとマイナンがいて、で、ピカチュウと、ビーって電気がこう、いってるわけか。あ、でも流れ、電気の流れ的には、ピカチュウから始まってるのが、ピカチュウ、マイナン、プラスル、コイル、デデンネ、電流の尻尾を通して、コンセントの先っぽに通ってるって感じかな？このコンセントの先っぽ、こうに。すごいね。あ、でも、待って、電気クリアパーツじゃないわ。あ、でもクリアか。ちょっと濁ってるクリアパーツだね。あ、これ、すげえ、あれ、気をつけないと、簡単に折れるわ。この感じ。あ、折れる折れる、やばい。これ気をつけなきゃ。今までこういうやつ結構折ってきてるからね。ちょっと気をつけないといけない。これ簡単に折れるわ。絶対これね、触んない。あ、ピカチュウほっぺからも出てるわ、電気。ビーってこう。今気づいた。ビーって出てる。ほっぺから。このピカチュウから始まり、こう、マイナンと来まして、おー、電気だ。で、プラスルと来ま、いや、プラスル超可愛いね。この辺躍動感だ。すげえ躍動感。躍動感の感動が、醸し出されてるね、これフィギュアから。すごいな。で、コイル。コイルもいいな、存在感があるわ。コイル浮いてるもんね。このエフェクトパーツで浮いてるっていう、この支えになって、もうマジ浮いて見えるわ。エフェクトパーツで支えてる。浮いてるわ。完璧に浮いてる。支柱パーツとかは、特にここに刺さってないから、もうエフェクトパーツが支柱になってて、もう完璧に浮いてるわ。なんも違和感ないわ。もう浮いてるよ、これ完璧に。で、後ろから見る。ネオンサイン。すげえ、ガチ金属か、これ。あ、ガチ金属ではないね。でもすげえ金属に見える。これネオンサイン。コンセントがこう出てんだね。こう出て。で、電流、電流ターン。デデンネと、デデンネのお尻。デデンネ後ろから見るとこうなってて。で、デデンネはね、電流のね、電流の尻尾に乗っかってて。で、電流もここ、電気ついてるね。バシャーってこう、電気ついてる。で、うわ、かわいい。で、電流の誤寸が増え、めっちゃ可愛いんだけど、マジで。ダメ、どうしよう。電流の口の中も見えますよと。で、こういう電気の流れになって、こう、コンセントに、バシャリーって入ってるわけか。あ、違う。ここも。
プラスの下からも電気出てるね、こうね。ああ、みんなから一斉こう流れとかではなく、一斉にバチンってこうコンセントに出してんだわ。で、ネオン作用光らせてるということで、そういう設定になってる、今回の設定はね。おお、めっちゃいいじゃん、これ。かっこいいわ。かっこいい。かわいいんだけど、やっぱ電気のエフェクトがかっこいいよね。電気タイプの本領発揮っていうか、バイバイってなってるのが伝わってくるわ。なんか持ってるだけで感電しそうな感じがする。電気ポケモンのさ、本領発揮してるわ。で、全体像はこんな感じでね、こう、一回転してくるっと回って見てみると、こんな感じになっていますと。素晴らしかった。ほんとさ、イラストのまんまだよね、特典のさ。でもやっぱちょっとイラストの方が電気かっこいいな。電気発光してるのが伝わってくるな、これ。電気。なんかさ、下にさ、電池入れるとかって、パチ、プレバンならできそうだけどな、これ。しっぱちってさ、つけてさ、あの電気とか、この、ネオンサインでさ、光が灯るっていう、光を宿すことができるっていう仕様だと思ってよかったんだけど、やっぱね、こう見ると、やっぱ、エフェクトすげえな、電気、あの、イラストの電気。イラストの電気の部分すごいよね。今、イラストには勝てんよな、そりゃな。で、これが、あの、ちゃんとピカチュウのここの電気も再現されてるしね、ほっぺこっちないわ、ほっぺ。ほっぺの電気こっちオリジナルになってるね。ピカチュウこっちほっぺ出てない。へぇー。こっちだけ足されてるね。ちょっと微妙な違いもあるんだな。あと電流の、この、電気ないね。ここ。ここにも欲しかったな。パーツ。エフェクトパーツ。ちょっと違いあるね。つうか結構あるわ。違い。結構違い。まあそういうとこも楽しいかなと。角度もちょっと違うしね。こう見るとね。ということで、今回は、電気タイプ大集合のね、この GM シリーズの電気タイプ大集合のフィギュアの開封レビュー動画でした。みんなもぜひゲットして、これ超おすすめだからこのシリーズ、大集合シリーズ。俺ね、今までゲットした中ではこれ一番いいかも、設定的に。このネオンサインを光らせようとしてるっていう、ここがすごく好きだね。あと電気のこの走りを感じられるのがすごく気に入ったわ。めちゃめちゃ綺麗。次はさ、何のタイプの集合来るんだろう。めっちゃ楽しみだな。なんかカイリキーとか欲しいよね。カイリキー、ゴーリキー、ワンリキー、サワムラとかさ、エビワラとかカポエラとか、なんかそれたくさんいるのもいいかもしれない。格闘タイプが現れるっていうのもすごく楽しそうじゃない？めっちゃでかくなりそうだよね、台座とかね。これでも十分でかいけどさ、もっとさらにでかい仕様になりそうな気がする。いや、楽しみだな、次のタイプの集合シリーズ。これ毎回集めるのすごい楽しみになって、もうこれ人生の楽しみになってんだよね、これ。ゴーストタイプもすごい良かったけど、今回のね、この、電気タイプ設定に関してはこっちの方が良かったな。このネオンサイン光らせようって頑張ってるのがすごく可愛い。みんなすごい電気を感じるよね。ここ光ったらもっと良かったんだけどな。これはさすがに改造できんからな。ネオンサインとかも中がさ空洞になっててクリアパーツだったらできるけど、これ空洞にもなってないからちょっと無理だよね。これごと取り替えるしかなくなるから、それはちょっと無理っていう話になってくるからね。まあでもこれはこれですごく最高だから、光るやつもいつか出るかもしれないから、プレイ版でね、ちょっと待ってるわ、期待して。それではまた次回、次のね、集合のシリーズでお会いしましょう。最高の電気タイプだったわ。電流、デデンネ、コイル、プラスル、マイナー、そしてピカピー。ピカピーのほっぺの電気はね、こっちオリジナルだったのすげえ良かったわ。イラストにないやつ。これさ、隣同士で飾ってもすごくいいよね。台座とかはさ、もちろん合体はしないんだけど、合体しようとかないんだけどさ、こう置いて飾るのすごくいいよね。ゲンガーたちと電流たち。このゲンガーたちのやつは前回いつだったかな ?2 ヶ月ぐらい前かな、もっと前かなに動画撮ってるから、検索すれば出てくると思うから、まだ見てない人ぜひ見てみて。このゲンガーもすごくいいから。ゲンガーもめっちゃいいよ。ミミッキーも下にいるしね。ミミッキー。これもすごくやった。こう、待って、こうの方がいいかな。こう飾ろうかな。ディスプレイしようかな。電流とゲンガーたちを。すごくいい感じだよね。この色紙も嬉しいや。プレ版で買うと、この色紙もついてくるから、ゲットするならプレ版で予約してゲットした方がいいと思う。この特典の色紙もついてくるからね。まあ、この本体だけでも全然 OK だけど、どうせもらえるもんだったらもらった方がいいから、特典とか。だからプレ版で買った方が得かなと思う。すごくいい感じだったな、電気。いや、めっちゃいいね。デデンデがね、結構ちっちゃいんだけどさ、気づいた時の感動が、おデデンデいるみたいな。デンリューの尻尾にデデンデの乗ってるみたいな。すげえ可愛いね、デデンデ。次のタイプも楽しみだな。格闘タイプ来てほしいね、ガチでね。マッスルカイリキーとかめちゃくちゃ見たいわ、ゴーリキーとか。